それでは今回は加合と還元についてやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではですね、まず物が燃える時の変化について実験していきましょう。はい、こちらにね、木の木片がありますね。はい、これに火をつけてみましょう。おお、いきなり。いきなり。ちょっとこういう時はね、危ないので、はい、机にはですね、まあ、ホームセンターとかで売ってますけど、はい、ケーカル板とか、あの不燃の材料を置きましょうか。あ、燃えないやつですね。はい、まあ、水バケツとか、はい、そうですね、何かにあった時のために。そうですね。はい、あと消火器とかね、はい、用意しておきましょう。今は釣り合ってるんですね。そうですね、天秤で釣り合っています。はい、ここにじゃあ火をつけると、はい、どうなるでしょうか。はい、ではやってみましょう。燃えております、はい、さあ天秤がどうなるでしょうか。お、結構ね、変化出てきましたね。おー、本当ですね。はい、明らかに燃えてる方が軽くなってるってことですね。はい、これはなんでなんでしょうか。これはですね、じゃあこれから実験で解き明かしていきましょう。はいはい、では次はですね、こちらスチールウールをつけた天秤を用意しました。はい、はい、スチールはまあ日本語でね、鉄って意味なので、はい、まあ、鉄ですね。鉄を燃やしたらどうなるのかっていうところです。はい、火をつけます。はい、はい、燃えていってるの分かりますかね。こっち側を見せた方がいいかな。はい、お、燃えてますね。燃えてますね。はい、内側が燃えると強いですね、やっぱね。そうですね。そしてはい、ということでまだ燃えてますけど、はい、黒くなって結構ね、燃えております。はい、まだ中で燃えてますね。うん、で天秤はどうなりましたでしょうか。今回は逆なんですよね。燃えてる方が重くなってると、うん、重くなる、不思議ですよね。うん、そうですね。はい、じゃあちょっとこれから実験でこの理由をね、解き明かしていきましょう。はい、ではまずはですね、鉄を燃やした時の変化、はい、どんなことがあるのか実験で確かめていきましょう。はい、お願いします。はい、ではですね、まずこのスチールウールをまあ小さく取りましょうか。はい、はい、で、あの燃やすときにね、ふわふわの方が燃えやすいので、うん、ちょっとふわふわに毛羽立たせておきましょう。はい、はい、じゃあ燃やす前と燃やした後の性質を調べたいと思いますので、はい、じゃあまず燃やす前、はい、どんな感じの変化があるのかいろいろ実験していきましょうか。はい、はい、ではまずこちら、はい、電球とつながった乾電池の間にこれをつけることで電気が通るかどうかを調べましょう。まあ、鉄ですもんね。そうですね。じゃあいきますね。はい、よいしょ。お、はい、ということで豆電球はつきましたね。はい、鉄なので電気を通すと。はい、ではじゃあこれね、燃やした後どうなるのかをね、後でやってみましょう。はい、塩酸、薄い塩酸用意しました。ちょっとこちらに入れてね、変化を見てみましょうか。はい、はい、一応塩酸なんで、あのゴーグルしましょうか。そうですね。はい、はい、念のためゴーグルをして実験しましょう。うん、大丈夫かな。よいしょ。あ、はい、先生、何か気体が発生してます。おお、結構ブク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 してますね。はい、ということで、燃やす前のスチールウールは、はい、塩酸につけると気体が発生するんですね。はい、じゃあ燃やして変化を見てみましょうか。はい、はい、では燃やす前にですね、重さを測りましょう。はい、はい、ではですね、ちょっとアルミホイル乗せましたので、はい、その上でスチールウール測りましょう。 0.31g ですね。はい、0.31 ですね。はい、じゃあちょっとこれをね、燃やしてみましょう。はい、じゃあ燃やしていきましょう。はい、で燃やすときに、あの空気をね、酸素を送りながら燃やすとよく燃えますので、火つけてガラス管でふーってそーっと息を吐きながら燃やしてあげましょう。すんごくいい感じでやりましたね。ね、全体が黒くなりましたので、はい、じゃあ測りに乗せてみましょうか。はい、重さはどうなっているでしょうか。はい、0.35g ですね。はい、はい、ほんの少しね、重くなりましたね。はい、まあ、ということでね、重さはね、重くなりましたね。そうですね、最初の天秤でも、うん、重くなってましたけども、やっぱりここでも重くなってると、ね、はい、これが分かりました。はい、はい、じゃあちょっとこちらがね、ちゃんと冷えたことを確かめた後にちょっと実験してみましょうか。はい、まずじゃあ電気が通るかどうかやってみましょう。はい、では電球つないでください。さっきはつきましたもんね。うん、いきますよ。あら、あら、はい、ということで電気は流れない物質に変わりましたね。はい、そうですね。
これ触った感じがすごいこう脆くなりましたね。なんかポロポロ、ね、金属っていうのは、はい、ね、叩いたりとか伸ばしたりすると円性とか転性とか伸びる性質、はい、あるんですけど、まあ、こういう燃やしちゃうとねボロボロになって、多分叩いたりしたらボロボロになるんでしょうね。うん、なるほど、まあ、物質が変化したということですね。はい、うん、じゃああと塩酸に入れてみましょうか。じゃあ入れてみます。はい、燃やした後の酸化鉄を、もうすごいボロボロですね。ボロボロですね本当に。はい、入れました。はい、さあどうでしょうか。あら、全然違いますね。何も起こらないですね。うん、ということでですね、まあ、はい、あの燃やす前と燃やす後の物質がね変わってしまったということが分かりましたよね。はい、さあこれはね何が起きてたのか、はい、はい、先生説明お願いします。はい、まあ、スチールの元々鉄だったんですけども、まあ、燃やすことによって空気中にある酸素とくっついたんですよね、うんうんうん、これを酸化っていうんですが、つまり鉄が酸化鉄というものに変わりました、うん、物質が変わったわけです、うんうん、つまり元々の鉄の重さにここにあった酸素がくっついたので重くなったと。はい、逆に最初なんか木燃やした時に軽くなったじゃないですか、うん、あれはなんで逆に軽くなったんですか。あれあのセルロースなんで多分炭素と水素と酸素からできてるんですよ、はい、であの燃やしたことであのまずまあ水素が空気中の酸素と化合して水になって水蒸気で出てくるっていうのと、はい、まあ、もちろん炭素もですね空気中の酸素と化合して二酸化炭素として出てくるっていうことですね、はい、なんであの物質がいろいろ出てっちゃったので軽くなったっていうところですね。そうですね、うん、だから酸素がいたことによって、まあ、こうくっついて出てったから軽くなったんですけど、うん、鉄の場合は酸素とくっつくことによって重くなってる、うん、はい、でちなみに今これあのブクブクね気体が発生してたんですが、うん、これ水素が発生しているので、うん、もし実験されるときにはこう火のものを近づけるとちょっと危ないので、うん、その点ちょっと気をつけていただければと思います、うん、はい、ということで、まあ、それがね酸素とくっつくことを酸化というね、はい、現象でした。ではですね、さっきは酸素をくっつける酸化っていう実験をやったんですけど、はい、今度は逆に酸素を取る実験やってみましょうか。逆いくんですね。逆いってみましょう、はいはい、さっきね酸素がくっついた酸化鉄はね黒かったですけどね、はい、こちらあの銅と酸素がくっついた酸化銅というものがあります、はい、ここに酸化銅がありますね、はい、めちゃくちゃ黒い、すごいですね、はい、ね、そして隣にあるのが炭素、炭素の粉末ですね、はい、炭の粉ですね、はいはい、これを乳鉢でよく混ぜ合わせてください、はい、じゃ入れちゃいますね。お願いします、はい、色は本当同じような、あでもすごいじゃない、炭素は黒の、ね、もう真っ黒の、そうするとこう混ぜ合わせるとバーンって爆発しますんであ違いました、火薬作りじゃなかったあの元気先生が言うとね冗談に聞こえないから怖いんだよねいや物によってはね、はい、そういうやつありますね、あれかもしれないですね、はい、自分そこそこ知識があるんでそんなことないだろうと思いながらもう一瞬手が止まったから今なんでここはね安全に普通に混ぜ合わせて大丈夫ですね、はい、でよく混ぜ合わせるのがポイントですね。なんか同じ色なんで混ざってるかどうかすごい不安になりますね、うん、これそうですね、しっかり、では、はい、ちょっとその乳鉢で混ぜたものをこの試験管の中に入れてください、はい、はい、そしたらちょっと装置組み立てていきましょうか、はい、はい、まずこれを試験管挟みます。はい、ではですねこんなような装置を組んで加熱していきましょう、はい、はい、じゃあつけていきます、はい、まあ、こちらねガラス管の底に入っていて石灰水つなげてあります。よし、じゃあいきますね。はい、あ、先っぽから気体が出てきました。早速ですね、うん、白くなってきた。あ、あ、本当だ、石灰水に変化が出てきましたね、はい、白くなってきました。ということは皆さん何が発生してるんでしょう。そうです、声聞こえましたね、聞こえましたね二酸化炭素ですね、 CO2、 あ、すごい激しくなってきました、急に、あ、色が、本当だ、こっちの変化もすごいですね、急に来ましたね、急にすごい赤く、一瞬で赤くなりましたね、はい、
ある温度まで達するとね、一気に来るんですね。そして二酸化炭素を一気に出て、またね出なくなりましたね。じゃあこれでね火を止めていこうと思うんですけど、ここでポイントですね。はい、何でしょう。先にあれですよね、ピンチを止めなきゃいけないですね、そこをね。あ、先に石灰水から出さないといけない。あ、すみません。そうですね、ポイント。ここ先にね石灰水から出してから火を止めないと、はい、石灰水が逆流しちゃいますからね。はい、じゃあ止めますね。はい。で火を止めたらピンチコックでしっかり止めます、はい、このゴム管を止めることでここからねまた酸素が入ってしまって、せっかく酸素を外そうとしたのにまたね、うん、合わさっちゃうことを ね防止します、はい、ではねじゃあこのままちょっと冷えるまで待ちましょう、はい、冷えたみたいなのでちょっと取り出して観察してみましょうか。はい、お願いします、はい、こっちね向こう側から見るとめっちゃ赤いんですよ。ほら本当だ、赤、真っ黒だったのに ね最初、はい、本当に。ではちょっと取り出してみましょう。はい、はい、はい、すごい、めっちゃ赤くなった、ね、色はどうでしょうか。明らかに赤になりましたね。ちょっとじゃあこの薬さじでちょっと潰してもらいましょうか。はい、おお、ちょっとキラキラしてるの分かりますか。知ってますかね、ちょっとキラキラしてるんですよね。ちょっとね、赤くてキラキラしているということで、これはですね金属の銅であるっていうことがね分かりますね。はい、はい、もともと酸化銅と炭素を混ぜたものから銅になったと、うん、そういうことですね。で石灰水が白く濁ったので向こうには二酸化炭素が発生したと、はい、うん、いうことですね、はいはい、ということで酸化銅、まあ、酸素と銅がくっついたものに炭素一緒に混ぜてあげると、はい、まあ、炭素の方が酸素よりも仲がいいので、はい、CO2 二酸化炭素として出てしまって、うん、残り銅が残ったということですね、はいはい、さっきの酸素がくっつくのは酸化でしたけど、その逆に酸素が離れていく、うん、でこれを還元と言われるものですね、はい、はい、言われますね。で大体のものっていうのは、地球上でね、いろんなものあると思うんですけど、うん、錆びてるものが多いんですよ。つまり酸化しているものが多い、うん、はい、鉄にしても銅にしても、はい、だけど僕たちが便利に使えるようにするためにはやっぱ金属にする必要があるということで、うん、はい、その還元っていう方法をいろいろ使って、はいはい、僕たちにね便利に使える金属を取り出してるんですね、うん、例えば銅はこれですね、マラカイトっていう石ですね、うん、はい、これは酸化銅の石なんです、はい、なのでこれを砕いて炭素と一緒に熱してあげればキラキラした銅、10円玉とか、あとはね携帯電話の充電器のコードとかにも使われてますね、うん、コードの中身の銅とかに使われる銅がここから取り出されるということですね、うん、僕もですね鉄の方は、はい、砂鉄をですね海辺で集めて、そして炭素と一緒に熱して、はい、包丁を作るっていうのをやりましたのでね、ちょっと今持ってきます。あるんですね。せっかくならそういえばこちらがですね、僕は砂鉄から作った包丁ですね。こっち側はちょっと砂鉄の感じも残しつつ、なるほど、はい、こんな感じの、ね、包丁も作りましたのでですね、ちょっと興味ある方ぜひ見ていただければと思います、はい、ね、銅はこう結構ね簡単に熱するだけで酸素離れて還元したんですけど、はい、鉄ってめちゃくちゃ大変なんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからいろんな技術長い間かかって、はい、鉄器時代っていうのは訪れたっていうところですね、はい、もう青銅時代、はい、錫と銅が合わさって青銅を作りますけど、はい、あれはね結構ね早めにねできたんですけど、鉄って難しいんですね。なんでちょっとまあ身近な物質ね、鉄とか銅とかっていうのは還元っていう方法を使われてるってことですね、はい、はい。